はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。チャンネル登録者数1万人突破記念、みんなで桃鉄対戦やっていきたいと思います。今回参加するのは、まあ自分ミカミックスと、実はねワンダーもいるんですよ。で、このチャンネルずっと続けてるんですけど、ワンダーとねコラボするのね多分初めて、ここに来てようやく初めてねワンダーとゲームします。あと友達2人がいて、自分ミカミックス Wii リモコン4なんですけど、ミカミックスは入んないんでミックスになってます。で、ワンダーがリモコン3と、であとは、藤丸社長とスポポ社長、この4人でやっていきたいと思います。じゃあ、順番はシャッフルしましょう。あ、ワンダー最初よし来たー1番来ましたよ俺は2番だ。いいね。で、プレイ年数、まあ、あんまりね長くしてもしょうがないんで、とりあえず10年あたりで見てみましょうか。大体のね時間が出てくるんで、でしかも4時間くらいって言ってるけど、多分ね4時間はねかかんないと思うんですよね。まあいいよねこれで、うん、ここはまあちょっと編集でうまいことめんどくせえ、メガミックスの方にギュッと面白くまとめてもらいましょう。じゃあ10年勝負でいきます。はい、セーブはもうしなくていいよ。フェアプレイで頑張ってくださいねって、絶対フェアプレイにならないからまずこの4人でねフェアになることはねまずない。これ20年来の付き合いの友達同士でやってるんで、かなり罵り合いが入ると思うんですけど、そのあたりはご容赦いただければなと思います。さあ一番最初の目的地ですね。ここかなり重要だからな。平泉か、岩手県だったよね。まあそれなりの距離かな。じゃあまずはワンダーから。22マスか、相当かかりそうだな。最初にね4、ここでカードを取りに行きましょう。ここでね、いきなりいい急行系が出るとだいぶテンション上がるんで、デビルとかあるか。デビルが行きたいね、これ。いきなりだ。ただまだ最初だからねいやー、やってくれんね、さすがに。いきなり全額持ち金ゼロだ、持ち金ゼロよし、じゃあ行くぜ。2、全部駅だなこれ。まあ普通に進んでいくか。まあ何にも変えないと思うんで一応見てみる高すぎでしょ一番安くて20億だからねスポポ社長ですね。何なんか言った方がいい、自己紹介した方がいい別に そのまんま始めていいよいや別に多分、ね、そんなポテンシャルないでしょ視聴者さんはねそんなの多分求めてないからスポッポとか知らんしみたいなじゃあやっていきます。あ、いいね。でもどっか行ったらいいの。カードだね、うん、ファイト一発。これ何なんだっけ。おー、あーなるほどね。これでも将来的に役に立ちそうなカードだよね。さあ藤丸ピッチ。これ金かカード。いやもうカードですね特性霊か。まあまだまだいらないかなって感じだな。これデビルはつけられないんだよねつけられない、つけられない。デビルつけられたら熱いんだけどな。でカードだね。ここでね取り返したい。お払い。おー来た早速使おうお払いとりあえずただ今使うのってどうなんだろう。まあ取っておくっていうのもね、まあ、最初だからね金の変動はそんなに大きくないから、ないから、ね、2か。これどうしようかな。カード狙いに行くか。ちょっとカード欲しいからな。デビル組んじゃうデビル期間延長って何。期間延長カード。あーこれいいね。あー持続、うん、いいねいいねいいね。これはちょっと持っておこう。なんかカードをぶち割るみたいな。あーなかったっけ。すっごいな。まだいけるでしょ。日本一クイズちょっと見よう。これ人口約60万人で日本一人口の少ない県はどこ。12年連続。あーまあ鳥取でしょ。ああ、いや決して鳥取県をディスってるわけではありませんそこは全然もう全然進めない。よしよしよし、俺も全然進んでないからな。銀座とか絶対無理でしょ。でも1億円から買える物件あるからね銀座は
よし、これ最初につかないとな。もうデビルを連れたまま。デビルデビルといえばなんかちょっと思い出すこともあるんですけど、ちょっとそれはまたタイネタになるんで、ちょっと後日別の動画でデビルネタを話したいと思います。よし、ちょっと進めないな。まあなんかある、買えないね。渋谷でも使えか。あと10、今良かったね、物件見たけど。物件的にはね、8000万円で 100% のバックだった。突っ込むね、スポコは。気に入らん、まだそこに無理だ動けないんだよ関東から出る気ないだろ。痛い。千葉の下はね、そうカードエリアなんで、そこを狙ってます。あ、そうなんだ。そう、あと11マスか。結構あるな、まだ。まあこれ、もうこれは進むしかない。まあどうせ持ち金ゼロなんでてかマイナスなんで。しかも今夏場かな、これ。デビュー進化した、キングデビューとかいたはず。進化すんだ。いや、序盤から進化するって。序盤からは分からないけど、どうしようかな。いや、どうせすぐなくなるんじゃないの売るはめになると結局無駄だからな。そうそう、ここはさっとね、誰かがゴールしましょうよ、まず。あ、バカバカね。え、一応見てよ。いや、まだいいし。宝って何？宝くじじゃないの？なんかあったじゃん、宝くじ。ほらほらほら。1個なくない？いやいや、あるよ、どっかにあるよ。ない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 。あった、あったね。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 まあまあまあ。うお、ここいい。5等で5000万近くもらえる。あと9マス。とりあえず先に入りたい。そう、入ればね、藤丸にボンビーがつくんで、うん、まあ仙台だと牛タンとかかな。まあちょっと買えないで。まだ消えない。4050万の借金か。ちょうどね、家のローンぐらいですね今僕の。リアルすぎだろ言わなくていいからだって4000万ぐらいのやつを買って、頭金を引いた額が残ってます。これカードマスした、カードいい。てかさ、30マス残ってるよねゴールまで。あ、わあ、3枚。エアポートカードってなんだっけ。いや、エアポートに行けるんでしょ。お、結構いいじゃん。しかも3枚手に入るっていいね、ここいや、もう味しめたね居座るでしょ、居座る。早くボンビつけろお、ゴールしますよ、これ。お、早いね。まあ、最初はね、1億円ぐらいもらえるんじゃないかなと。平泉だと、なんか特産品とかあんのかな。1億9620万で、マイナスのお金を引いた1億570万円残りましたね。まあ、これは藤丸だね。あとは藤丸から遠い駅になってくれればな、次の目的地が。もうお尻のつぶつぶがちょっと嫌な感じですよね北の方で。次の駅どこかだな。北がいいな。えい、よし。ああ、近いね。よし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 。ああ、近い。全然近いでしょ。んで、ここは、これは何て読むんだろう。まあ、上2つくらいが無難じゃん。藤原三大グッズも買っとこうかな。デビル。あ、そうか、デビルいるんだ。そろそろ消えてくんないかな。で、義経伝説の話があり、なんか、出てきたりするのかな、キャラ。あれ、こういうソフトだっけなんかね、確か歴史ヒーローが登場するっていうバージョンだったと思います。戦国維新のヒーローバージョンみたいな、そんな桃鉄バージョンだったと思います。あ、消えた。よしよしよし、ちょうどいいタイミングだな。いや、でも29あんのか。いやー、みんなで目指そうよ。囲まれてるな、赤にね。こっちから行こう。カードは買えないからカード取っておこう。あ、レッツゴー、いいね。5マスずつ。いや、もういけんじゃないの今。なんか微妙でもまあまあ、ないよりは全然いいし。まあまあ、どっちがいい。まあ、どっちも変わらず。なんかそういうの多いね、どっちも同じみたいな。
見栄を張らないでください。スポコは、ね、スポコ見栄っ張りなとこあるからね。いや常に急行系のカードな。 E が急行系のカード。あー、エクスプレス、エクスプレス、N ナイス。いや、無理よ、どう頑張って。あナイス、ナイスカード駅。いや、いいじゃん、ナイスなカードがもらえるんでしょ。あるね、新幹線とか、クレジットカード。おや、早く、最初、いや、最初はならない。いやいやいや、わからないよ。なんか、宇宙の彼方に飛ばされてったりしたよね、確か。あったね、あった。これ、なんだっけ。お、何これ。え、待て待て、いきなりこんなの来るの。あれ、なんだっけ、これ、もう全然覚えてない。あれじゃない、ちょっと見よう、一回見よう。なんか飛んできたよ。すげえ、なんか、いいやつっぽい登場の仕方してるけど。いやいや、でもボンビー系、ボンビー系だ、間違いない。ボンビー系だよ。なんだっけ、何をされんの。バルルーン、バルルーン、エアプレーンボンビー。え、何、僕やっぱ飛ばされそうだけど、僕たちも大皿を駆け巡ろうってどういうことなんだ。飛んできそう。ぶっ飛び系かな。あ、飛んだ。おっと。でもこれ近くに行くこともあるんじゃん、もしかしたら。ランダムなのかな、完全に。なんか、地球規模で落とされたの。あー、岡崎だね。あ、え、金取られんのか。これまたは、しかも、しかも、藤丸社長の狙いは、あの千葉県エリアでカードを集めようっていう狙いだったんでしょ。もしかしたら目的地直行くか。しかも、ちょっとこっから金沢って意外と遠いね。遠いね、あるね。でもどうせまた次飛ばされるんでしょ。エアプレーン、エアプレーン、え、そういうもの。いや、3000万取られてたよね、さっき。取られた。うわー、これもうダメだ、進むしかない。おおー、5万。いきなり来るね。これ億単位の借金背負ったんだよ。億。なんか、あ、ファイト一発ってなんだっけ。借金になるときに、そうそうか、ギリ残るっていうやつね。もう千両箱。これすごいんじゃない。おお、すげえ。待って待って、1億ももらえんの。俺によこせよ。マジで。あ、14だ。いやいやいや、いや14あっても大丈夫。ゴールできないから飛ばされるから。まあカードだね。あっち行け。ユーロかー、いいの。こういうの、攻撃系のカード、嫌がらせ系のカードって持ってる人の性格が結構出るからね。牽制するでね、藤丸とね、ワンダーはね、大変因縁が、因縁の、因縁の中なんで。もう、ね、嫌な予感しかしないですね、すでに。これは、まあ、まあ、ちょっと近寄れないよな。でももう今11月だよね、うん。せっかく買ったものがなくなっちゃうんで、ここは攻めましょう。宮沢賢治グッズいいね。3000万で300のパックでしょ。俺はもう期間延長でレッツゴーか。まあ近づいておいた方がいいんじゃないの。レッツゴー使えんじゃん。いや、5の倍数じゃねえし。まあ確かに近づくのは間違いない。確かにね。あ、うわー、いいな。特急って3つだっけ。3つ。急行系がないときついよ。まあ、まあ金なんかいいや。言うことが違うな。すごいな。41万。お、ナイスカード、ナイスカード。キルイカードがあるな。これ何、トリカードってなんだっけ。そんな感じだね。ああ、また一本足は切るやつ。これで目的地ついたら神谷さん舞鶴とかそっちの方になっちゃうね。武器持ってないでしょ、まだ。12月か。なんかクリスマス的なものって中にないの、なんかイベントで。あるあるある。サンタ来て物件くれるよ、みんなに。いや、はいはい、来た順番の人だったと思うんだけど。
どういうこと、来た順番の人。いや、お前の番に来たら、うん、サンタが来たらお前が物件もらえるみたいな。あ、そういうこと、うん、でも俺中6か。俺とかミックスだとあれで即売るはめる。これはもう冬はね、あんまりお金もらえないんで逆にマイナスが多いんですよ。だからここはカードを取りに行く。お守り、お守りカードって何だっけ。乗っ取ろ。乗っ取りはあれだよ。駅に着いた、ね、5000万。え、みんなのところに来てくれんじゃないの、サンタさん。ちょちょちょ、だからその出番の人だって。結構きついよ、多分。わあ、来るね。え、サンタさんってそんなんだったっけ。なんでさ、お前さ、なんでさ、そんなチートだ、チート。あー、1かよ。帰ってきたの。帰ってきた。そろそろボンビーに戻る頃合いじゃない。戻ってもおかしくない。お、うわあ、みんな急行系のカード手に入れてるね。やっぱ行くけど。103カードいっぱい持って。わあ、遠いね。しかもそろそろ戻りそうだからね。戻らない。で、カードを割ってほしい。あったね。たわらわり。ここはもう地面に近づいていくしかない。お守りカード。お守りカードって何だ。ちょっと見てみよう。俺も持ってるから。あー、ね、やったやった。今物件そこそこ持ってるからな、すでに。俺はないからね。まあそのまま少ないけどプラスにいって全然くるもらえねえな。1億の借金に対して90万しか返してないよ。何マス？これはまあカードだね。おお、まずいな。みんな特殊カード持ってるね。これ51。いやでも次めっちゃ近づく可能性ある。今日いや藤丸も。おお、来た来た。待て、2億とか。わあ、戻った。ここで戻られてもって感じだよね。これあえてゴールに入らないっていう戦法もありでしょ。こうなってくると、うん、カードを貯めるっていうのはね、有効だからね、うんうん、ちょっとそれ検討しようかな。相手が相手だし。下が黄色だね。黄色、うん、あ、そうだね、矢印が黄色になってるね。よし、カード、特急系のカードが欲しいよ。刀狩りか。刀狩り。あ、また日本一クイズが出た。日照時間日本一の町としてひまわりを植えたりして町を起こした。その県がどこ。日照時間でしょ。大分なんじゃないの、日照時間だと。違うと。山梨ね。これ山梨県民だと分かんのかな、本当に。千葉県当然だって知ってるでしょ。千葉県の問題とか出されても俺分かんねえよ。確かに。遠くなるなぁ。あ、やべ、これは全額マスで。もうでもな、借金だしな。いや、さっき2億の借金抱えたやついたじゃん。同じくらい行きそうだけどね。1億5000万超えたか。5万とかになるとちょっときついな。迂闊に入り込めないよ。入れない入れない。だって冬は使ってきた。ここ1年で2回出てるからね。ここぞという時を待たずに使ったね、しめっと。特急カードを早く使ったのに。カード。ああ。ああ、運気で。使っても行動できると。これはじゃあ改善されたんだね。カードの性能が。まあカードだね。カード取りに来るね。特性。チーム持ってたか。特性で使ってくれれば、俺もわかる。まあ別にここは今のところ、ここはね、今のところは。まあ、2、3年目ぐらいからでしょ。熾烈になってくるの。ここは近づいとこう。いや、何気に金全然持ってなかったし。あ、ゴマスだ。行っちゃおう。待て待て待て、ここ便利系か。レッツゴーで入っちゃうと次からも5しか入れないんじゃないの。そう、ずっと5だ、まあ、ずっとって言っても別にいいよ。5はいい方だしね。入るね。入るよ。間違いないじゃん。それは間違いない。長崎にいたじゃん、まだ。これででも次の目的地次第だからね。長崎とか。マジか。まあ、まあでもこれ0円にしてくれるよね、確かに。ありがとう、ありがとう。北にしてくれ、北。北にしてくれ。北。ほい。調子。微妙だな。最初お前うろついてたよね。
藤丸が持ち画面2倍マンだけど、あ、これ俺か。お前金に恵まれてんな、スポーツ金イベントに恵まれてんないやどんでん返し組んでやるこれ。白馬から22マスまた日本一、ま、結構多い、ね、これ当てていくの富士山。紙の生産権は富士山でしょ。富士山、いや間違いない。この中で富士山こんな簡単な問題ある日本人に向けて。あ成田空港。うわー、めっちゃ近いな。戻されることないよね多分。いやないでしょ、忘れ物したのね。あー、あるねあるね。あ、これは金を取られるだけだけど、だけだけど、まあ、まあ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 。いやでも次調子に入ったらゼロでしょ。そう、特性霊使ってから調子に入るか、あ、いいね、1個手だよね。そこはでもどうなるかは分かんないけど、まあ、余裕あるからね。他の人が遠いじゃん。特性霊使うと三上、あ、俺はもうゼロになった。まあここは僕だけかな。あ、スポーブもなんか持ってんの。あ、サンタがつけてた。あー、そういうこと。金は持ってるよ、金は。ちなみに、1年やってどうだろう、15分くらい21分結構かかったね。え、なんでやったの。10年早く押して、ワンだろ。ちょっとここから巻いていかないといけないってことね。じゃあこの辺の説明もね、もうサクサクサクと20マスか、結構あるな。もう買うよ。あー、焼きまんじゅう屋さん買う。なんだこれ、なんか買う、買う、買いますよ。で、これが5マスずついくと、うーん、まあいいんじゃないの、ここは。下から回っていっても遠いね。今だって4月でしょ。知れてるでしょ、4月だったら。あ、ほんとだ、全然少ねえよ。まあ別に失うものは何もない。失うものはない。どうしたっけ。だってミカミンクスが今失うものって言ったら彼女ぐらいでしょ。えいいね。あ、これいいね。あ、ただ10年で制覇できるかっていう問題ある。平泉あるし。いや、無理だね。あ、あれスリム。マジかよ。金系多いね。金系多いね。全部だ。コツコツ貯めてきた4億が4億だったんだ。え、相当だな。なんだよ。まあ当ててこうよ、これは。小山ね、はい。小山、小山取っちゃう。ちょっと取りますか。8か。8か。いや、もう狙いに行った方がいいんじゃないの、マジだって。まただってエアプレーンボンビーになって飛ばされるかもしれないよ。おい。結局下がってるし。ワンダー。あ、ありがとうございます。さっき買ったからね。でも物件買ってなんぼだからな。桃鉄は。いやなんだかんだでワンダーも近づいてきたからな。近づくよ、地味に。やっぱり俺も5マスずつ急行系持ってないけど近づくよ。カードちょっと欲しいな。うわー、出た出た。うんち禁止。誰か持ってなかった。うんち禁止カード俺。悲しい。うわ、軽井沢いいね。なんかまとめるみたいに嫌だった。まとめがいつか選べる。できる。まとめ買いってあるじゃん、まあ、ただ資金的にまとめ買いする実力ないでしょ。あ、特性量2つ持ってんじゃんお前。3つ持ってる。え、な、ほんとだ、3つ持ってるし。いや、使っとけば1万この後入れるかもしれない。そうか、俺もちょっと借金してたんだ。おい、いいね。まあ2だからね。2000万。まあ2000万、まあまあ次入ったらだって2、3億もらえるんじゃない。12マス地味に近づいていこう。
でも近づ今俺が一番遠いからね、なんだかんだで。黄色って誰？スポポ。黄色はスポポ。なんかもう見ますやっぱり最初は急行系カードあんまり持ってないから地味だもん、動きは。あー、ここはあ、いいや、確かに6月だし。何取っ替えたのか、金を取っ替えるとかじゃなかったっけ。おっ、すげえ。お前いいね、全然。ちょっと待って待って待って、何取っ替えるお金、持ち金を買えるんじゃなかったっけ。そういうこと、うん、そういうことだった気がするよ。持ち金を持たない方がいいってことだよね、取っ替え買う取っ替え子を持ってる人がいる間はみんな持ってないよね。みんな持ってない。みんな持ってない。まだ続く、結構長いな。これが吉と出るか、凶と出るか。あれ、もうだいぶ近づくんじゃない。みんな近いね。これはいるな、いる。なすりつけ合いが始まるんじゃない。ここにうんちをするっていう方法なんだよ。うんち持ってんの。あれ、バキュームは誰持ってんだっけ。バキューム誰が持ってんのか。俺、あ、うんちじゃなかった。うんち禁止だった。しかもここ、中に入らないといけない系だから回れないんだよね、調子は。あ、そういうことだ。そう。おお、未公開。結構行くんじゃない。これ あれ、これってさ、え、誰かについた。誰かについたよ。嫌な予感すんだ。ワンダーについてるんだけど。俺かーい、ついたの。ただすぐつけりゃいいんちゅう、これ。そうだね、つけよう。当然つけよう。デスゲームが始まりだ。まあ、レッツゴーが消えて12かー。特急を使って、いやー、残しておいた方がいいんじゃないの。特急はそういざという、まあ、まだみんな近くにいるからね。そうそうそう。どこにいるんだっけ。昼これはでもまあちょっと金だな。8月だし、ようやく入ってる、ね、ようやくプラスに転じてきたよ。ほら、うーん、打つしかねえな。いやいやいや、いやそれはやめた方がいいでしょ。近づきながら打つした方がいいんじゃないの。誰に赤い人いるじゃん、赤い人。おう、うん、ちょっと赤い人が誰か知らずに話してるけど、誰。いや、俺だよ。ミックスね。でもみんな近くにいるから大丈夫だ。だって藤丸もこれで近づいてくるでしょ。ほら、うん、で進行方向上に来るでしょ。ってなるとなんかみんなさ微妙に近づかない感じになるね、これ。なすりつけ合いがために指定運賃って選べんのか。選べんの。それさ、閉じ込めたりできるってこと。できるね。もうやめようよ、そういうの。そうだね、あと誰がカードを持ってるか把握しとかないと危険だね、うん、あっち行きます。損害保険カード、まあこれは持っといて損がなさそうだな。フカヒレ、サメの漁獲量日本一はどこか。気仙沼ってことは宮城だね。いや、みんな詳しいよ。全然わかんねえんだけど。確かにね。さてさてさて、まあ1が出ても確実につけられるし、5か、5をつける、上から回るのがいいんじゃないの。いや、上ちょっとでもあるよね、マスが。でもこれ黄色いカード、これ誰につくの。これ2人いるでしょ。まあいいや、知らん。確かに。C だね。緑についてる。緑って誰だ。フジバレについたのね、今。じゃあ貧乏神が通れねえしよ、あそこ。千葉、千葉、高いな。まあ、ちなみにみんな千葉県出身者ですからね、ここは。さて、まあまあ、でもまあまあ、うん、まあまあ、まあ今はね全然大丈夫だよ。桁2つぐらい小さく考えてもいいでしょ。どういうこと。よし、いくら持ってたっけ。7000万ぐらいじゃないかな。おお。で、特化エッコとかまださすがに使ってこないと思うんですよ。まあ、さすがにまだ早すぎると思う。まだ2年目だし。ぴったり。ぴったり映る。ぴったり映るね。そういうことだよ。ちょっと渋谷でお買い物しよう。買えるし。いいね。結構いいね。携帯ショップね。この前ね、携帯落として壊れちゃったんですよ。ああ、言ってたね。言ってたっていうか。うん、よし、タイムリーに携帯ショップ買ったんだ。4か。
今入るのやめてよ。戻ってなんで映りに行った。いや俺映ってんだもん。どういうこと。どういうこと。間違いってしょ。いやこれはわざと間違えるってのもありだよ。これは簡単だ。これなんだっけ、なんだっけ、これスポポ普通に当てに行ったね。普通に当てに行ったね。いやみんな射程圏に入ってんね。いや何もないだろ。変えないから迷う。あなんか持ってたな、そういえば、うん、そう。あれって全部できんの。あ全部できるって言ってたよ、ね、焼きまんじゅう屋めっちゃ盛んに栄えてるね。どっかやかどっかで買ったと思う。よし、なんか安心な特急カードも来たよ、これでついに。で4マス5か、これねいけないんだよね、こうなってるからね。でもナイスカードがもらえるじゃん、ナイスカード。ああ、鴨川ね。じゃあまあ、カード集めをするか。ナイスカードでいいでしょ。引き換え券って何これ。引き換え券カード。カード売り場。おお、ね、めっちゃいいじゃん。いいね。好きなカードと引き換えてもらえる。あ、ゴールだ。あ、ゴールこれ。ゴールだね。誰これじゃねえ。ワンダーそこ。まあ、一人でね、旅行するのも寂しいですよね。いるよね。あー、一応買います。次は、まあ、目的地次第ではあるけど、ね、戦略を仙台か。みんなじゃ通るね。調子も結構、あーいいよね。いいね。いや、これはめちゃくちゃいいんじゃない。これもな、物件まだ持ってねえからな。なんかある。あんまりね、カードをちらつかせんのもねバレるからね。確かにね。持ってるカードね。そう、持ってるカード。カード集めに行くし、カードを売るか。高いね、指定運賃。でもまあまあ持っときたいよね、指定運賃は。クレジットカードいらねえだろ、まず。まあ500万、4000万の借金がある中での500万もどうかなって気がするけど。買えない。そうか、カードって買うって手もあるよね、よくよく考えたら。で、皆さんはどちらにいらっしゃるんでしょうか。いや、千葉だよ、千葉。千葉にいっぱい。もう地元に、全員いるね。地元に集合だよ。全員、全員千葉にいるね。ってことは、1回は大丈夫と信じて、普通に振って、幕張あたりで皆さんをお迎えしますよ。まあ、そうだね。いや、待て。でも、ここで特急カードを使って確実に、大丈夫かな。いや、何を恐れてるかっていうと、さっきのなんかプレーンボンビーみたいなのが出てくると連れてかれるんじゃないかなと。もう寝てるからね、今。もうすぐ起きてよ。さあ、皆さんお迎えに上がりますよ。どっか行けよ、もう。いやー、ちょっと今買えないね。怖くて買えない。あ、なんか。うわー。あ、お守りか。お、やっと。何もないってことね。さあ、皆さん、お待ちしてますよ、ボンビーが。まあここはちょっと。ちなみに今指定運賃とか置いたら俺全速力で特急カード使って入りに行くから。今もし指定運賃置いたら。さて宝くじ失礼。悲しすぎる。当たらないよ宝くじは。まあ、当たんないね。そうそう、これさ一応年末ジャンボ買ったけど。ここしか通れねえんだ。そうだよ。いや幕張に指定運賃したらもうすごいことない。でも特急カードでゴールに行くから。うわっ、ダビングか。いいじゃん、ダビング。いいね、カード複製できるやつ。あ、何を調べるの。ここに置いたら置くな。何したいの。みんなで、みんなで仲良く。ボンビーのナスリスで。お、いいね。あ、いいね。すげえ。周遊もある。いや、全然いいじゃん。いや絶対これワンダー入り込んでくるよ。いや入るよ。そのために来たんだから。そのためにここに来たんだから。みんなで仲良くさ。え。あ、でも上も下も。いや連れてかれないかどうかだけ。まあ大丈夫ね。お守りカードでかいわ。ここで誰かがいいカードを引くと誰も出よう。気に流れが変わるよね。流れは変わるよね。特急。いやーみんなカード持ってきたね、特急系のカード。だからここで
ワンダーが入り込んで他のやつらにナステキつけた瞬間、うん、特急で逃げてくる。みんなね。みんな。で、ここカードの持ち枚数が物を言うね。言うよ。今さ、特急カード持ってない人っているの？ちなみに。持ってないね。え、持ってないの？持ってない。みんなにこれ。なんかすごいいい響きがする。本当ね。おお。これ使ってよ。使ってよ。早速使って。どうだろう。出た出た。じゃあ早速なすりつけ合いを始めますか、みんなで。6レッツ。やめてくれ。なすりつけ合いで3枚もらえるでしょ。3枚もらえる、もらいましょう。で足踏み急行期待。いいね。期待で逃げられるね。逃げられる、全然逃げられる。まあ使うか。逃げる。もうそろそろもうそろそろ進化してもおかしくないよ、ほんとに。これ、行った方が良かったんじゃないか。スポポさんの急行系カードは持ってない。あ、ダビングス、よしよしよし。持ってないね。今カード、自分のカードを。下、下、下だろ、下だろ。下でしょ、だって。いや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 。で、右でカード3枚ってね。あ、そうそうか。これ誰についた？クマ。みんなのカード。あ、エンジェルがある。あ、みんなのカードある。エンジェルってある。まあ、ちょっとお金くれる。あ、いいねいいね。うわ、結構くれた。大天使みたいに発展する。あ、発展する発展する。来たね。みんな逃げてくんだね、そうやって。で、大体俺と同じくらいのとこに、あ、来るね。取り残されそう。え、今誰がついてるの？今誰についてる？ワンダ。ちょっと待って待って待って。え、みんなどこに行っちゃったの？俺とお前は同じですね。重なってるってことは。っていうことはお前はもう追っかけるしかない。いやいやいや、スポポが振った後に特急カードをつけて逃げ切るでもいいですね。一旦しのげばいいんでしょ。スポポがどっち行くか。いや、急行を持ってるからさ。ああ、特急も今手に入れたし。いや、特急も何枚か持ってるんですよ、自分。まあ比較的軽傷だね、うん、俺は。いや、俺はもう使ってとどまる。そんなことできるの？そしたら、あの、エアプレーンボンビーになる。誰かがさっき、エアプレーンボンビーになってどっか飛んでったからね。ぶって、あ、ぶっ飛ぶんすか。うわ、こっちも分からん。上から行くと結構リッチにカード使ってるね。もう、もう逃げるよ。福袋。お、すげえ。おお、千両箱だ。これは結構来たな。よしよしよし、2億流れ来たね。これ多いね。こういうの一回もないんだ。いや、スポポさんよ、こういうの多い。金これ多いね。なんかねえかな。みんなのカード、みんなのカード使っちゃえよ。みんなのカード使ったらさ、とどまるって言ってたじゃん、さっきね。とどまれるよ。これさ、使ったらとどまるってわかんねえか。いや、とどまれるよ。便利系はとどまるよ。とどまる。とどまるよ。とどまる、基本とどまる。とどまらないやつはなんかとどまりませんみたいな。逃げ、とどまるよ。逃げ逃げ。いや、逃げれないから。あ、投資。マジか。まあ、ピッタン、じゃあな、ピッタンコを狙うしかないよね。ピタリンだ。そろそろ進化してもおかしくないからな。一切進んでる。よし、ここでまたお金が補充されるね、物件持ってる人は。まあ俺ら持ってないけどね。2年目。2年目あと8年。あ、でも1億入るんだ。いや、でもまだまだだな。スポポさんってそんなに物件持ってたっけ？調子結構。ちょっと待って待って、スポポさん一番資産高いじゃん。どういうこと？さっきのやっぱり2倍持ち金。